哇，来日本打工了这么多天，今天终于可以来到日本上班族最热爱、最热爱的一条下班跑步路线。在我身后呢，就是日比谷车站，其实对面也就是日本跑者非常流行的一条皇居周围的一条跑步训练路线。那今天呢，因为我其实来这边日本打工一段时间，但对于周边的使用环境跟跑步路线不是非常熟悉，所以今天我特别邀请到了日本的上班族跑者上田林。皆さんこんにちは、上田玲です。我是上田林，大家好，好久不见。今日はジェリーさんと一緒に皇居ランを体験したいと思います。皆さんが日本に来た時にもっと皇居ランが楽しめること間違いなしです。まず実際に皇居ラン始める前に、なぜ皇居ランが人気なのかお伝えしたいと思います。まず第一に、皇居は信号が全くありません。目よ第二に、皇居はちょうど5キロになります。本当にちょうど5公里。公里大丈夫です、大丈夫で、適度にアップダウンがあっていいトレーニングになります。第3に、皇居はとても重要な場所なので、交番がたくさんあって警察の人もたくさんパトロールしています。なのでもし女性が一人で走ったとしても安心です。そして4つ目は、この皇居の周辺にランニングステーション、ランナーズステーションと呼ばれる、ランナーが荷物を預けてシャワーを浴びることのできる施設がたくさんあります。これが皇居ラン人気の理由です。没错，我刚刚其实还有跟上田林偷偷请教一下，其实周围啊，它的车站非常方便。像我们现在身后啦、是日比谷车站，那其实，在皇居周围总共有七个站点，都可以到周围来做直接下车来使用。所以其实这边是一个上班族非常热门的原因，是有些人可能住比较远，交通没有那么方便，但他们在这边下班附近有超过十个跑站，他们直接随便选一个进去，换好衣服，然后就可以直接跑完步再回家，所以其实这边是一个跑者非常热门的原因是这样。那我们就请上田带我们到跑站来去换个衣服，然后准备开始跑步。可不可以请上田跟我们介绍一下，就是在日本的跑站使用上有没有什么比较特色的地方可以跟大家分享？今回紹介するのは、外国人の観光客の方でも利用しやすいランステです。ランステたくさんあるんですけれども、ランステの多くは事前に住所などを登録する必要があって。外国人の観光客の方にはちょっと使いづらいので、今日ご紹介するランステは外国人観光客の方でも登録が必要のない便利なランステをご紹介します。決済の方法は、現金はそこは使えなくて、パスもスイカなどのキャッシュレス決済でできます。皆さん持ってるかなそれでできあ大丈夫です。大丈夫、メモンティメモンティ、はい、スイカで決済できるのでとっても便利です。そしてこのランステでは、ウェアですとかシューズも借りることができます。そしてタオルも借りることができて、もし何も持ってこなかったとしても、すべてレンタルで済ますことができます。ちなみに利用料は1回1人当たり800円です。が、皇居のマナーの表になります。たくさんあるんですけど、一番重要なのはこれです。皇居は反時計回りです。時計と反対向きに回らないといけないです。時々それの逆を走ってる人がいるんですけど、それを日本人が見た時は、あの人ルール知らないんだって思うんですけど、でも大丈夫なんですけど、皆さん反時計回りでお願いします。あと、皇居はランニングコースじゃないので、ランナー専用のコースじゃないので、一般の人もお散歩したりとか自転車漕いだりとかしていますので、周りの人に配慮して皆さん楽しんで皇居を走ってください。Let's go! Let's go! 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 Go!采访一下上田林，他在这阵子，其实在台湾跑者可能在2018、2019年的时候，有在台北马 Expo 有看过他的身影在台湾出现。那其实他在这几年也参加过非常多的海外赛事。我记得上一次我跟
上田林在2019年的台北马 EXPO 展场会场上，其实那时候我们刚好在 Amino 的摊位，然后第一次见面。那那时候其实也有就是聊到，其实他有跑过非常多海外赛事，像是台湾的或是香港。那有没有哪一些赛事是你比较印象深刻，可以跟大家分享？就是真的觉得哇，这场比赛好棒哦，这种感觉。台北马拉松、台北马拉松、高雄马拉松、我参加了大马拉松。そう、たくさん大きな大会にも出てますし、あとは、フーファンションマラソン、シャンシャンだ。フーファンションマラソンとか、ウーライマラソンみたいな大会にも出てます。なんか、台北マラソンとか高雄マラソンはすごい都会のマラソン、イヤンダドンジンマラソンですごいびっくりしたのと、あと、フーファンションマラソンの時はすごいもう山の上、3000メートルぐらいの山の上で、台湾なのに、台湾ってすごく暖かい国なのにすごい、なんかすごい寒いって思ってすごくびっくりしたことを覚えてます。台湾とっても自然がたくさんあるので走ってて楽しいっていうのがあるのと、あと香港、シャンカンは、50キロの、トレイルに出たことがあって、香港はすごいなんかこうハイキングコースが整備されててとても走りやすかったのと、あと普通の香港の人たちもピクニックとかハイキングで山を登ってたので、そういう人たちと一緒になりながらなんかこうトレイルランニングできたのがすごい楽しかったです。哇真的很漂亮耶，这边跑在这个黄居的应该算是黄居的周围，它其实这边的草都整理了有点整齐到你会觉得好可怕，真的是，这应该比高尔夫球场还整齐，我觉得。然后看起来在这边跑步的情况很棒的是，它在这些跑步的路线其实脚踏车很少，然后也不会有机车，所以其实路线蛮宽敞的情况下跑起来真的是很舒服。而且像现在已经，我们现在时间是十点喽，它这整个路上都还是人。在台湾十点要跑步应该已经有点太热了，但是在这边以这个天气来讲。其实还蛮舒适的，现在大概是26到27度，但其实很干燥，所以还蛮舒服的。那不知道上田在接下来有没有预计想要参加哪一场的海外赛事？就是在接下来的预期规划里面。コロナでだいぶなんか大会がなくなっちゃったので、エントリーしてたのに行けなかった大会っていうのがいくつかあって、それが台湾のワンジンシーマラソンとか、あとは香港のスタンダードチャータードマラソン、ヨーミンダーシャンカンダーマラソン、なのでそれはぜひ行ってみたいです。で、現地に行ってやりたいこととかはやっぱり現地の食べ物が好きなので、なので台湾の食べ物だとヤシュエヤシュエあとなんか豚の血を固めたみたいなお米のやつ、なんていうのかなああいうのとか、あとは鮮草鮮茶ゼリーとか、そういうのもすごい大好きなので、日本ではなかなか食べれないので、早く香港とか台湾に行って食べたいです。おお、1キロメートル一起よ、即時。因为疫情关系的影响，你有没有在跑步上觉得有点不太想训练，那或者是说目标赛事上准备没有一个很明确的目标，所以在训练上受到影响呢？なんか私も大会が中止になってすごい最初悲しくって、皆さんもすごい悲しいと思ったと思うんですけど、なんかその走ることの目的を変えて、例えばなんか美味しいパン屋さんがあるからそこまで走っていくとか、美味しい居酒屋さんがあるからそこまで走っていって、日本には銭湯っていうパブリックバスがたくさんあるので、そこでお風呂入ってお酒を飲むとか
風便所そういう目的を変えながらランニングを楽しんでいたので、なんか本当にジェリーさんと同じような感じです。でやっぱり私の友達とかフォロワーさんの中にもモチベーションがすごい下がってどうしようっていう人がたくさんいたので、ちょうど2020年の7月からポッドキャストを始めて、日本ではなんか一緒に練習するのもコロナの時はなんかあまり良くないってことを言われてたので、一人で走ってる人が寂しいって思うのはちょっと嫌だなと思ったので、ポッドキャストで私がいろいろランニングのことをお話しして、一人じゃないって寂しくないって思ってもらえるように今も続けています。这里就是东京国立近代美术馆，而且路上其实有超级多游客在今天要来看展，还蛮棒的。然后我们就跑在对面的皇居，我们跑在皇居的路上，这小段是稍微的小上坡，所以刚也小提醒一下哈，可以在跑姿上做一些调整，但他本来动作其实就超级确实啊。运动表现不稳定吗？アミノバイタルプロは最新のスポーツ栄養科学研究から生まれたロイシン高配合必須アミノ酸とシスチングルタミンの組成で、日々スポーツを続けたい方の体全体のコンディショニングをサポートします。トレーニングの前後や試合の前がおすすめです。運動後繼無力吗？アミノバイタルアミノショットパーフェクトエネルギーは持続性エネルギー源アミノ酸と糖質を配合した少量量のゼリーです。後半まで途切れない全力のパフォーマンスを期待でき、片手で開封できるのでマラソンや自転車など動きながらでもスムーズに摂取ができます。運動中がおすすめです。連日訓練力不從心吗？アミノバイタルゴールドは世界に挑むアスリートを支えるロイシン高配合の必須アミノ酸を 4000mg 配合、最先端のスポーツ栄養科学に基づくアミノ酸配合でハードな運動後のリカバーをサポートします。運動後がおすすめです。 It's Phase 13 Phase 13 We are slow team 那其实前阵子我也都有看到，就是上田也有在做 podcast 的频道。那其实里面也提到蛮多，就是你会边跑步边捡垃圾。那我得知，就今年底你也报名了台北马拉松的半马赛事。那不知道在今年底来台北跑马拉松的时候，你会不会有一样的计划，或是一些比较不一样的想要跟大家分享？今年台北マラソンにこのままの調子だと出れる予定なので、まずは本当に台湾に行けることをすごく楽しみにしています。で、台北マラソンにでやりたいことって言ったら、できるかどうかわからないんですけど、レース中にプロギングをやりたくって。皆さんプロギングって知ってますか？ゴミを拾いながらランニングするっていう新しいアクティビティなんですけど、それを私は、東京マラソン、ドンジンマラソンと北海道マラソン、ベイハイダーマラソンでレースをしながらゴミを拾いました。ダーサーをB サイド、B サイド、C ホール、ダーサー。すごいです。ありがとうございます。不会不会。そう。で、東京マラソンでは600個、北海道マラソンでは、北海道マラソンでは500個、500個、ゴミを拾ったんですけど、なんか、それすごい楽しくって、なんかランナーの人がどんなゴミを捨てちゃうとか落ちちゃうとか、なんか地域によってもゴミが違ったり、季節によってもゴミが違ったりするので、じゃあ台北ってどんなゴミが落ちてるんだろうなって思って、でゴミを拾うことができれば街もきれいになるし、一石二鳥なので、ぜひやってみたいと思ってます。 OK、我们现在的里程已经 2.7 公里、接下来这一段也开始准备下坡啊。其实这边皇居有一条规定，就是希望大家也不用跑太快啊，就是希望大家来这边是可能是 LSD Easy Run 这样，因为这边跑太快，其实路比较窄，而且跑者比较多，其实稍微危险一点。所以我们今天配速大概都在6分30到7分速这样。
其实蛮舒服的配速，跑在这边，接下来往前下坡。哦，各位，好漂亮，漂亮。这边的风景很美，很美很美。Yes， 我们跑到快要到樱田桥 Sakura Bridge。啊 ，Sakura 大门。啊 ，Sakura 大门。OK， 好，樱田门。哈，对对对，真的是快到樱田门了。就是我们刚刚起跑的位置，其实一圈五公里就差不多快完成。所以这边也是另外一个线的出口，大家可以看。这边是另外一个 station。哦。然后我们这边。Sakura Damon Station。所以我们这边就是要经过樱田门，这里非常古色古香。那不知道有没有什么想要对海外跑者来就是分享一下，其实可以来日本啊，有什么好玩好吃的或是好很好训练的地方可以跟这些海外跑者分享。今日紹介した皇居とか代々木公園とか、日本にはたくさん有名なランニングスポットがあって、そちらももちろんおすすめなんですけど、日本は本当に安全で歩道もすごく広くて綺麗な国なので、ぜひ皆さん日本に来た時は普通に電車で行くようなところとかタクシーで行くようなところをぜひ走って行ってみてもらいたいなと思って、なんか皆さんも今回ね、いろんなとこ散歩したりとかされてますけど、そういう中で新しいシンダーティエンとか、なんか美味しそうなお店とか、新しいなんかいっぱい発見ができると思うので、ぜひランニングしながらなんか日本の新しいものとか、なんか楽しいものを見つけていってほしいなと思います。真的，我必须说，这边的风景太漂亮了。在皇居这边跑步超级享受，而且天气，哇，相对于亚洲其他地方，我觉得这边真的是很干爽，而且跑起来就是比较干燥的情况下，跑起来真的很舒服。Oh, final 250 meters， 我们起点快到了。我们刚刚就从那个大石头那边起跑，这边就已经进入，我们要跑一趟五公里的最后一小段。不得不说，在这边跑步真的是蛮舒服的。它的路线啊，在前半圈大概都是微微的上坡，在后半圈就是蛮长的下坡。这一圈这样五公里，像刚刚跟就是上田聊到，其实有蛮多跑者会以在这边做一些长距离的 LST 训练为主，他们可能跑一圈，然后在某些地方放他们自己的补给品，有点像台湾跑者在福和桥一趟五公里，然后一次补给跑一趟喝一次水或吃一些果胶。那这边其实蛮适合做像这样的长距离训练，但是其实这边比较可惜的地方，我觉得是它的上坡下坡比较多，所以如果做长距离，可能难度会稍微比台湾那个平路高一点。但因为这边风景超级多变，跑起来 ，Kitty Day， 超漂亮，大家来 ，Yeah，Finish， 我们跑一圈了，完成 ，Yeah。这一圈啦，这条路线跑起来真的很舒服，就是在我第一次跑皇居的这种感受上，我觉得以天气来讲，现在跑完10:30，其实还没有像台湾这么湿热，但这个是本来天气的因素，但其实在路线上跑起来真的非常舒服，对吧？不知道上田刚看我这样第一次来这边跑，就是状况还 OK 吗？パフォーマンス、やっぱさすがコーチです。走る前にいろいろルールとか教えたんですけど、なんかこう注意すべきこととかはもう全部分かってて、走るときにさすがコーチだなって思いました。要感谢那个先輩带领我这样跑一圈，这个路线真的非常舒服，所以如果海外跑者有机会来到皇居附近，其实附近真的很方便，像我们刚刚穿着西装然后可以到跑站换个衣服直接来跑步，等一下回去洗个澡可以继续工作。好啦，那我们体验皇居的路线影片就到这边结束啦。我是你的教练梁哲瑞，他是上天上，谢谢你。好了，那我们今天的影片结束了，我们就下一次影片见，拜拜。拜拜。